新馬戦。新馬戦とは、出走するすべての馬がデビューを迎えるレースである。予想する上で極端に情報が少なく、見する馬券種も多い。難解であるがゆえに波乱決着になることも多い。皆さんこんにちは。今日は、新馬でメダ買いしたらプラス収支になる芝馬を、新馬戦で買えば勝てる説、やっていきたいと思いますがですね、ただいま7月の29日の金曜日、正確には30日の午前1時なんですけど、私ですね、体調不良と仕事の多忙が重なりまして、今週これとあともう一個ぐらいの企画しか思い浮かばなくてですね、ひょっとしたら内容がグダグダになるかもしれませんが、ご了承ください。本日のルールです。7月30日、31日の新馬戦で勝負します。芝のレースは芝の新馬戦で、プラス収支の芝馬の馬連ボックス。ダートのレースはダートの新馬戦で、回収率プラスになる芝馬の馬連ボックスで勝負していきたいと思います。なんかね、ワイドは、なんかなんだろう、フォロワーさんから DM もらったんですけど、なんかワイド損してるだけじゃないですか、みたいな感じてきたんで、今週は馬連のボックスで勝負します。はい、ではそれでは4月30日31日の競馬で検証開始です。このレースに出走する芝の新馬戦の回収率プラス芝馬はモーリス、エピファネイア、カレンブラックヒルの3頭。該当馬は8番アルファインディ、9番シゲルノバ、12番ブライトファントムの3頭。馬券はこの3頭の馬連ボックスで勝負です。12番ブライトファントムが逃げて先頭、9番シゲルノバは3番手、8番アルファインディは中段からの競馬で最後の直線です。よし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 、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。前のコーナーランニングが今度はわずかに1番、正門が先頭か。内側12番ライトファントム200は通過した。あとは3馬身、4馬身3、9番のシゲルノバが3番手、前にこう追い比べ、ブライトファントム、正門、正門、ブライトファントム、全く2頭並んでいる。並んだのが5位、3番手9番のシゲルノバ。なんだよワイドもわかんないとか言ったのは。はい、決闘ワンポイント構造です。今のレース2着に入った、馬は母父ディープインパクトです。母父ディープインパクトは2歳3歳限定戦の芝のレースで買い続けると単幅ともにプラス収支になります。ディープインパクトがなくなって産駒がこれからどんどん少なくなってきますけど、母父として馬券に貢献してくれるはずです。ちなみにディープインパクト産駒は芝の新馬戦ベタ買いでプラス収支になります。このレースに出走する芝の新馬戦の回収率プラス芝馬はモーリス、エピファネイア、ドラメンテ、ファインニードルの4頭。該当馬は2番、4番、5番、8番、10番の5頭。馬券は2、4、5、8、10の馬連ボックスで勝負です。私後藤でございますが、2番のリバティアイランドは私の POG の指名馬でございます。10番クルゼイロドスルは3番手、5番ラバダシンがうちの4番手、2番リバティアランドと8番イコノスタシスは中段のポジションから競馬をしています。4番スキップモロジャンは後方からの競馬で最後の直線です。新潟の外回りがすげえ直線長いなこれ。その内側に2番来た、2番来た、現在4番手、勝ってくれて嬉しいな。用事だし、させ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 、よし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 、頭に、おお、すげえ足。おお、抜けろ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 。あとは10残せ、10残せ、10残せ、10残せよ、10残せよ、12番手、12番手お願い、12番手、10、10、10、10、10、3番、そのまま、そのまま、よし、よし、あぶね。いや、2も勝ったし、OK。いや、やっぱり、ワイド買わなくて正解ですね。生まれだけの方がいいですね。このレースに出走するダートの新馬の回収率プラス芝馬は北高タルマエ、ヘニーヒューズ、カレンブラックヒルの3頭です。
海道馬は4番アクラシア、6番錦木ニッチ、7番シャドウダッチェス、11番ライブペッパーの4頭です。11番ライブペッパーが花を奪って先頭、6番錦木ニッチが内からポジションを上げて最後の直線です。よし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 、ロクそのままの勢いで上がってこい、ロクそのままで勢いで上がってこい、よし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 、そのままそのままそのまま6、よし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 、よし、これ大事でしょ、今これでかいんじゃない、これよっしゃ、これは嬉しい、いや、外から来てるけど残すでしょ、大丈夫だよね、よっしゃよし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 、当たりました、これは多分万馬券、やっタイムは1分13秒3。本当にヘニーヒューズのダート短距離の新馬戦は本当に引くぐらいめちゃめちゃ来るんで、これは皆さん覚えておいた方がいいと思います。決闘ワンポイント講座です。今のレース3着に入った、馬はコパノリッキーサンクです。コパノリッキーサンクはダートレースでは3勝副賞ともにベタ買いで回収率 100% オーバーです。特にダートのワンタンだと単勝回収率は 200% を超えます。ですがその得意な舞台のダートワンタンでも新馬戦は苦手としてて回収率 40% 程度しかありません。でこれがですね未勝利戦になると単勝回収率が一気に 210% にアップします。新馬戦で負けた後未勝利戦出てきてがっつり勝負してみたらいかがでしょうか。このレースに出走する芝の新馬戦の回収率プラス志望馬はエピファネイア、サトノアラジン、ストロングリターンの3頭、該当馬は1番ウィン・アイオライト、2番ウェイビー、6番ライト・オブ・キングスの3頭です。コーススタートから花を奪った6番ライト・オブ・キングスが先頭、2番手に1番ウィン・アイオライトがつけて、3番手に2番ウィン・ビーがつけて最後の直線です。オブキングスにウィン・アイオライトが並んできました。4コーナー3番手が2馬身差、2番のベイビー、4番手が少し離れて4コーナーから直線、1かわせ1かわせ6番ライツオブキングス先頭、二の足を使って振り切りにかかります。ボケかけたもんだね、かこれは。2番のベイビー単独2番手に上がって先頭を追っている、1番ウィン・アイオライト、3番手チェッキン、3番ナチュラルバー、先頭入れ替わった2番のウェイビーだ、2番ウェイビー先頭ゴール、また6番ライツオブキングス、3番ナチュラルバー3着です。今のレースつまずいた1番のウィン・アイオライトなんですけども、クラブの発表では足元に異常がないとのことです。いやーよかった。でね、一応松岡ジョッキーのコメントとしてはこの先めちゃめちゃ走ってくるということなんで要注目です。このレースに出走する芝の新馬戦の回収率プラス志望馬はエピファネイア、サトノアラジン、アグラメンテの3頭、該当馬は3番、6番、7番、9番、10番の5頭、馬券はこの5頭の馬連ボックスで勝負です。6番ウィーン・オーディンが4番手、そのすぐ後ろ6番手に7番シーズン・リッシュが続いて、3番スマッシュ・キングが8番手で最後の直線です。7番の前開け、7番の前開け、外からは8番のラスカンメル、さらに外から7番のシーズンリッチが追い上げて、横に順当が広がっている。いやー、6を狙って1番のガルミタップのポジションを切りました。打ち出しそい、粘る4番のシャザーン、並んでいく5番ダモントルネード、並んで今度は捉えたが2着を切りました。8番のラスカンメルが追っている、さらに外からは7番のシーズンリッチ、さあ粘る5番ダモントルネード、内股も折り返して4番のシャザーンか、4番シャザーンか、ダモントルネードコール2頭並びました。いやー惜しかったな。3着は8番ラスサンメル。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレースに出走していた馬の中にデクラレーションオブウォーサンクがいるんですけども、デクラレーションオブウォーサンクは芝で単勝副賞ベタ買いで回収率プラスになります。マイル以下だと副賞、 1800m 以上だと単勝でプラスになります。代表サンクのデュードバンの影響でダートに強いイメージが持たれがちなんですけども、ダートの回収率はマイナスなので世間のイメージから逆打ちするといいと思います。
このレースに出走する芝の新馬戦回収率プラス脂肪馬はエピファネイア、サトノアラジン、カレンブラックヒル、ビーチパトロール、レッドホルクスの5頭。該当馬は2番、5番、8番、10番、12番の5頭。馬券はこの5頭の馬連ボックスで勝負です。レースは2番がうちの4番手、10番12番は6、7番手の外、5番8番は後方からの競馬で最後の直線です。いやー、10番そんな外回して大丈夫なの？それ届かなくないか？それ、いやー、もうこれ内回りだから直線が短いのかな。さあしてくれ、外から10番12番飛んでこい、飛んでこい、飛んできた、刺せ、刺して、前刺して、前刺せ、おお、5も来た、5刺せ、5刺せ、5刺せ、ゴルフがでかい、刺せ刺せ刺せ、あー届かないかこれ。いやー、2着は6番のマジカルガール、16番のジガント、10番ディナトセレーネ、3着争いでした。皆さんお疲れ様でした。今日の新馬でベタ買いしたらプラス収支になる芝馬を新馬で買えば勝てる説、まあ説立証なんですけど、いやー、やっぱりなんかその一発でねプラス収支になっちゃってるから、まあこれね、どうなんですかね。まあまあ勝ったから説立証は立証なんですけどね。またなんか機会があったらこれチャレンジしてみたいと思います。でですね、レース中の音楽 BGM なんですけど、ちょっと新しいの入れてみたんですけど、どうですかね。ちょっとあの昔のレトロゲーム好きにはたまらない音楽入れてみたんですけど、あのもしこういう音楽使ってとか、こういう BGM 使ってほしいっていうのがあったら、コメント欄でどしどしお寄せください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。